どうも、サバガンです。阪神タイガースね、またまたまた新外国人、メジャーリーグインディアンスのエドワーズ選手と合意間近ということでね、やったおめでとうございます。いやーね、本当に今年のフロントね、本気出しすぎですよね、本当にマジで。ということで、今回もね、エドワーズ選手についていろいろと調べてみましたので、できるだけ分かりやすく紹介できたらなと思います。それではね、今回も最後までご覧ください。行きましょう。さあ行くぞ。はい、まずねエドワーズ選手情報を見ていきましょう。ジョン・エドワーズ選手、投手、さっきね打席入ってる画像出てましたけど、投手ですね。1988年生まれの31歳、アメリカ出身で右投げ右打ち、196センチ、藤浪選手ぐらいですね。はい、で109キロ。エドワーズ選手経歴見ていきましょう。2006年のドラフト14巡目で外野手としてカージナルス入り、外野手で入ってたんですね最初。しかし結果を残せずに2010年に自由契約、2011年に独立リーグで投手転向し、その年の12月にレンジャーズとマイナー契約で、2014年にはメジャーデビューし、パドレスを経てから2018年からインディアンスでプレーするということでね、もうなかなかすごいですねこれ。投手転向でも本当にすごいですし、それでメジャーリーグのマウンドに上がれるぐらいレベル高いってほんまにすごいですね。ということでね、まあ持ち球見ていきましょう。196センチの真上から投げ下ろす平均153キロのストレート、小さく変化する高速スライダーを軸にした投球で、スプリット、カーブを駆使して三振を奪うスタイルということでね、まあ後で説明するんですけど、かなり奪三振率もね高いです。で成績見ていきましょう。今年はねメジャーとマイナーリーグでプレーしていたので2つ成績があります。ご覧ください、どうぞ。今季はね9試合に登板して2勝0敗、防御率は 2.25 ですね。まあまあいいんじゃないかと思います。そしてトリプル A ですね、こちらでは41試合に登板して6勝1敗7ホールド3セーブ、防御率 4.22 なんですけどね、62三振もしてます。この奪三振の多さがねストロングポイントなんですよ。はい、こちらをご覧ください。K9 という指標ね、奪三振率を使って今日は説明させていただきたいと思います。まあ、このチャンネルでは何回も使わせていただいてるんですけども、この K9 が毎年10以上をキープしてるぐらい奪三振率が高いということで、今年に限ってはね 11.39 っていう素晴らしいね数値叩き出してますね。もう単純計算で1試合で11奪三振以上取れるってことですね。まあ、単純計算なんですけどね。で AAA でも 11.4 をマークということでね、奪三振率かなり高くなってます。手加減全開。エドワーズ選手、実はここまで来るまでいろいろね波乱万丈な人生を送っているんですよ。2014年に投手転向してから初めてメジャーデビューしたってことはねさっき紹介したんですけども、その年になんと精巣がんが発覚してね手術を受けることになったんですよ。でその後もね故障もあって、2017年には再び所属先なしの浪人生活で、そっからね2018年にインディアンスとマイナー契約してまたグラウンドに戻ってきたということでね、もう本当に不屈の男ですね。今年原口選手がねがんから復帰して戻ってきましたけど、エドワーズ選手もね精巣がんが発覚してからそっからねもう所属なしになって、でまたマイナー契約してメジャーに戻ってきたんでね、本当に不屈の精神ですね。まあそれぐらいね野球大好きですし、本当に情熱のある男なんで、皆さんね阪神に入団した時は本当に全力で応援 しましょう。はい、ということでねご視聴ありがとうございました。またね外国人選手新発表あったら報告させてこちらで、ね、紹介させていただきます。ということでチャンネル登録ぜひぜひお願いします。それではさようなら。